レビ四章つ、えー、いで主はモーセに告げておせられた、イスラエルに告げて言え、もし人が、えー、主がするなと命じ,命じたすべてについて誤って罪を犯し、その一つでも行った場合、もし油注がれた妻子が罪を犯し、民が戸がを覚えるなら、その人は自分の犯した罪のために、傷のない若いお牛と罪のためのいけねえとして主に捧げなければならない。 そのお牛を会犬の天幕の入り口のところ、主の前に連れてきて、そのお牛の頭の上に手を置き、主の前にそのお牛を振りなさい。油注がれた祭司はそのお牛の血を取り、それを会犬の天幕に持って入りなさい。その祭司は指を血の中に浸し、主の前、すなわち妻子の垂れ膜の前にその血を七度振りかけなさい。妻子はその血を会犬の天幕の中にある主の前の香り高い甲の祭壇の角に塗りなさい。 その王子の血を全部、会犬の天膜の入り口にある全焼のいけねえの祭壇の土台に外がなければならない。その罪のための生贄の王子の脂肪全部をそれから取り除,除かなければならない。すなわち、内臓を覆う脂肪と内臓についている脂肪全部、2つの腎臓とそれについていて腰の辺りにある脂肪、さらに腎臓と一緒に取り除いた肝臓の上の腫用等を取り除かなければならない。これは、の生贄の、 牛から取連んぞく場合と同様である。祭祀はそれを全焼のいけねえの祭壇の上で焼いて煙にしなさい。ただし、えー、そのお牛の皮とその肉の全部、さらにそのそ頭と足、それにその内臓と汚物、えー、そ,そのお牛の全部を宿営の外の強いところ、すなわち廃捨て場に運び出し、高木の火で焼くこと、これは廃捨て場で焼かなければならない。また、イスラエル人の全会主が誤っていて、 あることが集団の目から隠れ、主がするなど命じたすべてのうち一つでも行い、後で戸川を覚える場合、彼らが犯したその罪が明らかになったとき、集団は罪のための生贄として、若いお牛を捧げ、会見天幕の前にそれを連れてきなさい。そこで、改修の長老たちは、主の前でそのお牛の頭の,頭の上に手を置き、そのお牛を血の前で振りなさい。 油裾型祭司はその王牛の血を会見の天幕に持って入り、祭司は指を血の中に浸し、浸して肉の種の前、垂れ膜の前にそれを七度振りかけなさい。彼はその血を会見の天幕の中にある主の前の祭壇の角に塗らなければならない。彼はその血の全部を会見の天幕の入り口にある前身のいけねえの祭壇の土台に注がなければならない。脂肪全部をその大牛から取り除き、祭壇の上で焼いて煙にしなければならない。 この大牛に対して彼が罪のためのいけねの大しに対してしたようにしなさい。これにも同様にしなければならない。こうして最初彼のためにあがいをしなさい。彼らは許される。彼はその大牛を、えー、宿営の外に運び出し、最初の大牛を焼いたようにそれを焼きなさい。これは集会のためのいけねである。上に立つ者が罪を犯し、その神、えー、主がするなと命じたすべてのうち一つでも誤って行いない。 あとで動を覚える場合、または彼が犯した罪が自分に知らされ,知らされたなら、彼を捧げ物として傷のない親ギを連れてきて、そのヤギの頭の上に手を置き、前所のいけねえをほふる場所で、主の前にそれをほふりなさい。これは罪のためのいけねえである。最初は指で罪のためのいけねえの血を取り、それを前所のいけねえの祭壇の角に塗りなさい。また、その血を前所のいけねえの祭壇の土台に注がなければならない。 また彼は若いのいけねえの死亡の場合と同様に、その死亡を全部祭壇ダの上で焼いて煙にしなければならない。妻子はその人のために、その人の罪の贖いをしなさい。その人は許される。また、もし一般の人々の一人が、主,主がするなと命じたことの一つでも行い、誤って罪を犯し、後で咎を覚える場合、または彼が犯した罪が自分に知らされたなら、彼は犯した罪のために、その捧げ物として、 傷のない親木を連れてきて、その罪のための生贄の頭の上に手を置き、前哨の意見への場所で罪のための生贄をほふりなさい。妻子は指でその血を取り、それを前哨の意見への祭壇の角に塗りなさい。その血は全部祭壇の土台に注がなければならない。また死亡が若いの意見へから取り除かれる場合と同様に、その死亡全部を取り除かな,除かなければならない。 祭司は死への斜めの香りとして、それを祭壇の上で焼いて煙にしなさい。祭子はその人のために贖いをしなさい。その人は許される。もしその人が罪のための生贄のために、捧げ物として子、えー、羊を連れてくる場合には傷のない、お,お羊を連れて行なければならないそ。その罪のための生贄の頭の上に手を置き、前者のいけねえを振る場所で罪のためのいけねえとして振りなさい。 祭司は指で罪のためのいけねえの血を取り、それを全身のいけねえの祭壇の上に塗りなさい。その血は全部祭壇の土台に注がなければならない。また和の、和解のいけねえの子羊の脂肪が取り除かれる場合と同様に、その脂肪全部を取り除かなければならない。最初はそれを祭壇の上で、主への火による捧げ物の上に乗せて焼いて煙にしなさい。最初はその人のために、その人が犯した罪の贖いをしなさい。 その人は許される